はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回はサンワダイレクト 400MEDI034 の性能と使い方について解説します。ゲーム実況などを行うためにキャプチャーボードが欲しくて Amazon や楽天などで調べていると、サンワダイレクトの 400MEDI034 という製品が気になった人もいるのではないでしょうか。この製品は本体に液晶画面がついているので、映像を実際に確認しながら PC なしで録画することができる機能を持つ製品となっていますが、どんな性能があるのかよくわからない人もいると思いますし、実際に購入したけど使い方がよくわからないという人もいると思います。今回は実際に購入して使用してみたレビューも交えながら解説していこうと思うので、動画の最後まで確認していってください。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初に 400MEDI034 をまだ購入していない人向けに、この製品の性能について解説していこうと思います。すでにこの製品を購入していて、設定方法を早く知りたいという人は、説明欄の目次から使い方を解説している項目に飛んでみてください。それでは 400MEDI034 の特徴を簡単にレビューすると、 1080p60fps の画質で PC なしで録画可能、 1080p60fps の遅延がない映像を見ながらゲームをプレイ可能、 PS2、PS3 などの HDMI 接続できないゲームの映像も録画可能、本体の液晶画面で映像を確認しながら録画できる、バッテリー内蔵なので電源を確保できない状況でも使用できる、録画した動画から静止画を保存できる、リモコン付きで操作が簡単。ただ PC と接続して OBS で録画や配信ができる機能はあるけど使える性能ではない。録画した映像にブロックノイズが入るし、かすかに耳障りな甲高いノイズが入る。キャプボ以外の機材を使用する時の確認ポイントが多い。長時間使用すると回路みたいにかなり熱くなる。設定や使い方を覚えるのが大変。PC なしで録画できるタイプの中では値段が高い。といった感じですかね。PC に接続して OBS で録画や配信ができたり、本体の液晶画面で映像を確認しながら PC なしで録画できたり、 PS2、PS3 などの HDMI 接続できないゲーム機やビデオデッキの映像も録画できるなどの様々な機能が搭載されているので、製品情報ページだけを見ればかなりいい製品だなと思って実際に購入してみたのですが、実際に使用してみると正直かなり期待外れでした。どうしてこのような評価になってしまったのかは、この後解説する内容を確認してほしいのですが、値段を確認しても2万円を超えるお高い製品になっていたので、個人的にはおすすめできない製品かなと思います。それでは詳しい性能について解説していこうと思いますが、まずは重要な部分をまとめてみるとこのようになっています。外部機器との接続は HDMI もしくは AV 接続ケーブルのコンポジットで接続し、 PC との接続は USB2.0 の Type-A とマイクロ B 端子で行います。モニターとの接続は HDMI で 1080p60fps の映像を遅延なく映せるパススルーに対応しています。最大入出力解像度は 1080p60fps で、最大録画解像度は 1080p60fps、 エンコード方式はハードウェアエンコードで、搭載モードとして USB ストレージモード、PC ストレージモード、カメラ接続モードの3種類があります。対応 OS は Windows 10、8.1、8となっており、 Mac には非対応となっているので注意してください。あと PC で使用するときの CPU や GPU などの推奨スペックの情報が公式サイトや説明書を確認しても記載がなかったので、こちらにも注意するようにしましょう。 400MEDI034 の性能についてですが、何を言っているのかわからないという人もいると思うので、ここからは実際に使用してみたレビューも交えながら各性能を詳細に解説していきます。まずは搭載モードについて解説していきますが、 400MEDI034 には3つのモードが搭載されており、 USB ストレージモード、PC ストレージモード、カメラ接続モードというのがあります。まず最初に USB ストレージモードから解説すると、これは PC なしで SD カードや USB メモリ、USB ハードディスクなどに録画することができる機能となっています。図を使って詳しく解説していきますが、このキャプチャーボードは PS5 や PS4、スイッチ、スマホ、カメラなどの映像を出力できる外部機器から 1080p60fps までの映像を入力することができるようになっています。さらに付属されている AV 接続ケーブルを使用すれば、コンポジットで接続することができるので、PS2 や PS3 などの HDMI 接続できないゲーム機やビデオデッキなどの映像も入力することが可能です。次にゲーム用モニターに HDMI 接続すると、遅延がない映像を映せるパススルー出力をすることができ、1080p60fps の映像を映して快適な状態でゲームをプレイすることが可能となっています。
ちなみに USB ストレージモードを行うには外部から電力を供給してあげる必要があるので、 PC に USB 接続して電力を供給するか、付属の AC アダプターを使用してコンセントから電力を供給する必要があります。もしくは内蔵バッテリーが搭載されているので、事前に約4時間程度充電しておけば約2時間半程度の動画を録画することも可能となっているので、電源を確保できないところで使用したいときに非常におすすめです。あとマイク音声を入れたいのであれば、キャプボ本体に 3.5mm 4極ミニジャックが搭載されているので、ヘッドセットを接続することでマイク音声を入れることが可能となっています。ちなみに公式サイトなどに記載がなかったので検証してみたのですが、このキャプボに搭載されている4極プラグは CITA 規格となっています。実は4極プラグには CITA と OMTP という2つのタイプがあるのですが、それぞれ互換性がないため、 CITA 規格なのに OMTP 規格の4極プラグが搭載されたヘッドセットを接続してもゲーム音が聞こえなかったり、マイク音声が入らないということが発生します。なのでこのキャプボにヘッドセットなどを接続して使用したいのであれば、 CITA 規格のものを使用するようにしてください。あとは SD カードを挿入して録画を開始すれば 1080p60fps で MP4 形式の映像を録画することは可能ですし、録画中に JPEG 形式で静止画を保存できる機能も搭載されているので、サムネイル用の画像を撮影することも可能です。ただ実際に使用してみて思ったこととして、キャプボ本体では録画した動画を削除することができなくなっているので、録画ミスしてしまった時の対処が非常に面倒くさいです。この後に解説する PC ストレージモードに変更してから PC で動画を削除しなければならないので注意してください。ちなみに動画を保存するときは SD カードだけでなく USB メモリや USB ハードディスクを使用して動画を録画することも可能となっています。ただそれぞれ準備する場合はこの条件を満たしている必要があるので注意してください。個人的には SD カードで管理した方がコンパクトで扱いやすいのでおすすめです。あと録画するときの注意点として、一つのファイルあたりの最大記録容量が約 4GB、 最高画質の設定で約19分の録画を行うとファイルが分割されて保存されてしまいます。他の PC なしで録画できるタイプのキャプチャーボードだと、フォーマット形式を EXFAT 形式にすれば制限なく連続録画ができたのですが、このキャプチャーボードの場合は録画画質の設定を下げることでしか連続録画時間を伸ばせなくなっているので注意してください。次に PC ストレージモードについてですが、これは SD カードや USB メモリ、USB ハードディスクに保存されている動画や静止画を PC に移動させることができる機能となっています。詳しい使い方に関してはこの後解説しますが、 SD カードをキャプボから取り外して PC に接続するという手間を少なくすることができるので非常に便利な機能となっていますね。録画した動画を削除するときはこの方法で削除を行うようにもなっているので覚えておいてください。次にカメラ接続モードについてですが、これは OBS などのキャプチャーソフトに映像を映し出して PC で録画や配信が行える機能となっています。図を使って解説すると、先ほどの USB ストレージモードと同じように各外部機器からの 1080p60fps までの映像を入力できて、モニターやテレビに 1080p60fps までの映像をパススルー出力できるところまでは同じになっています。ここからが違うところになりますが、キャプチャーボードとパソコンを USB 接続することで OBS などのキャプチャーソフトを使用して 1080p60fps の映像を録画したり配信することが可能となっています。ただ実際にこの機能を試してみたんですが、 PC に接続して OBS に映像を映しても映像が止まってしまったり、音ずれもひどかったので、まともに使えるような性能ではありませんでした。詳しい情報に関してはこの次の項目で詳しく解説していきます。ちなみに各モードの切り替えや録画設定は本体のボタンを操作して行いますが、付属品としてリモコンがついてくるので離れたところからでも操作できるようになっています。ただリモコンで使用する電池は自分で購入して準備する必要があるので注意してください。次に録画した動画の画質が気になる人も多いと思うので、実際に PS4 のゲーム内ムービーを録画してみた映像を確認していきたいと思います。ちなみに USB ストレージモードで録画を行う場合は5段階の画質設定ができるようになっていたので、一番画質のいい 1080p60fps 高の設定で録画を行いました。それでは実際に撮影した動画を確認してみるとこのようになっています。映像の色味に関しては若干白っぽさがありますが、変な色味にはなっていなかったのであまり問題ないかなと思います。それよりも気になる点としては、動きが激しいシーンになるとブロックノイズが発生してぼやけた映像になってしまうということです。念のために他の録画画質設定でも検証してみましたが、どれも同じように動きが激しいシーンになるとブロックノイズが発生してぼやけた映像になっていました。分かりにくい場合は YouTube の設定で再生速度を落として確認してみてください。
さらにヘッドホンを装着してキャラクターが話している時の音声をよく聞いてみると分かりやすいのですが、かすかに甲高いノイズが入っており、非常に耳障りな音質をしているんですよね。同じように PC なしで録画することができて、 OBS でも録画や配信ができるアバメディアの AVT-C878 プラスというキャプチャーボードがあるのですが、それの映像と音声を比べてみた動画を今から再生してみたいと思うので確認してみてください。クレア、待て。やつはエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。サーカスかっての。もらった。起動。なんだこいつ、いきなり。クレア、待て。やつはエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。サーカスかっての。もらった。起動。なんだこいつ、いきなり。はい、実際に比較動画を確認してもらいましたが、どうだったでしょうか。最高画質で録画してもこの映像と音声になってしまうのでちょっと嫌ですよね。ちなみに映像の確認のために1時間以上は実際に録画していたのですが、キャプチャーボード本体を触ってみるとかなり熱くなっており、寒くなってきたらカイロ代わりに使えるんじゃないかっていうくらいに熱くなっていました。液晶画面が本体に埋め込まれていることが原因かもしれませんが、2万円以上する製品でここまで発熱する製品は初めてと言ってもいいくらいものすごく発熱しますね。基本的に機材関連は熱が原因で性能が低下してしまったり、消耗が激しくなって故障の原因にもつながってしまうのですが、このキャプチャーボードの場合は元の性能の影響もあるかもしれないですが、発熱による性能低下で映像や音声がおかしい可能性もありますし、耐久性に関しても心配になる製品だなと思いました。あとカメラ接続モードで OBS にゲーム画面を映して録画も行ってみたので、その時の映像を音声付きで確認してみてください。この辺りか。はい、視認できますか。いた。クレア、奴はエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。はい、見てもらったらわかるかと思いますが、映像が途中で止まったり音ずれもしてしまうので、まともに録画を行うことができませんでした。今まで20種類くらいのキャプチャーボードを使用した経験がありますし、 OBS の設定方法に関してはかなりの知識がある方なのですが、様々な対処法を行ったりケーブル自体の交換を行ってもこの症状を改善することができませんでした。また付属の説明書や公式サイトを確認しても OBS の設定方法などが記載されていなかったので、はっきり言って完全にお手上げです。もしかするとこの製品がたまたま不良品だった可能性もありますが、不良品が出ている時点で製品に対する信頼性がかなり下がってしまうので、 OBS で録画や配信も行いたいと考えていた人はこの点にはかなり注意してください。もしもこの製品を実際に使用していて OBS でも問題なく録画や配信ができているという人がいるのなら、コメント欄で教えてもらえると助かります。あとキャプチャーボードによっては 1080p60fps で録画できると言っていても 60fps 出せるだけの性能がないものもあったりするのですが、このキャプチャーボードは 1080p60fps でちゃんと録画できるのか検証してみました。ちなみに画質設定は 1080p60fps 高の設定で、 PC ゲームの映像を 400mEDI034 経由で撮影して検証しています。
ただカメラ接続モードを使用して OBS で録画や配信ができる機能もありますが、実際の映像が乱れてしまって録画して検証することが不可能だったため、カメラ接続モードでの検証は行わないのであらかじめご了承ください。もうすでに実際に撮影した動画を動画編集ソフトに入れていますが、これをコマ送りしてみると、はい、このように一コマずつ映像が動くので確実に 60fps が出ていることがわかります。実際に60になるまでコマ送りをやってみたいと思います。はい、結果としてはちゃんと一コマずつ映像が動いて確実に 60fps が出ていることが分かったので参考にしてみてください。ここまで 400mEDI034 の性能について解説してきましたが、どうだったでしょうか。この製品についてまとめると、 1080p60fps の画質や PC なしで録画可能、 1080p60fps の遅延がない映像を見ながらゲームをプレイ可能、 PS2、PS3 などの HDMI 接続できないゲームの映像も録画可能、本体の液晶画面で映像を確認しながら録画できる、バッテリー内蔵なので電源を確保できない状況でも使用できる、録画した動画から静止画を保存できる、リモコン付きで操作は簡単、ただ PC と接続して OBS で録画や配信ができる機能はあるけど使える性能ではない、録画した映像にブロックノイズが入るし、かすかに耳障りな甲高いノイズが入る、キャプボ以外の機材を使用するときの確認ポイントが多い、長時間使用すると回路みたいにかなり熱くなる、設定や使い方を覚えるのが大変、 PC なしで録画できるタイプの中では値段が高いといった感じですかね。最初にも言いましたが、 PC に接続して OBS で録画配信ができたり、本体の液晶画面で映像を確認しながら PC なしで録画できたり、 PS2 や PS3 などの HDMI 接続できないゲーム機やビデオデッキの映像も録画できるなど、様々な機能が搭載されているので、製品情報ページだけを見ればかなりいい製品だなと思ったんですが、実際に使用してみると正直かなり期待外れでした。キャプボ本体で録画した映像を確認すると、動きが激しいところでブロックノイズが入ったり、かすかに耳障りな甲高いノイズが入ってしまいますし、もしかするとこの製品が不良品だった可能性もありますが、 OBS に映像を映しても映像が止まってしまったり、音ずれもひどかったので、まともに使えるような性能ではなかったです。値段も2万円を超えるほど高い部類になりますし、 PC なしで録画できるキャプチャーボードは他にもたくさんの種類があるので、わざわざこれを購入する意味はないのかなと個人的には思います。ちなみに今後 PC なしで録画できるタイプのキャプチャーボードでおすすめのものをまとめた動画を作成する予定ですし、キャプチャーボードの再生リストも作成しているので、気になる人は説明欄の各リンクからチェックしてみてください。すでに 400mEDI034 を購入してしまった人もいると思うので、使い方について解説していきますが、 PS4 の映像を USB ストレージモードで録画して、 PC ストレージモードで PC に動画を移動させる方法を解説していきます。PS5 やスイッチ、カメラ映像の場合でも手順はほぼ同じですし、スマホの画面を映したい場合は必要機材や設定方法についても後ほど解説するので、 PS4 以外を映したい人も安心して確認していってください。ちなみにカメラ接続モードについては、性能レビューのところでも言ったように、 OBS に映像を映しても映像が止まってしまったり、音ずれもひどくてまともに使用できなかったので解説を省略したいと思います。あらかじめご了承ください。ちなみに使い方の手順を大まかに解説しておくと、 HDCP を解除する、 400mEDI034 を下機器に接続する、電源を入れて初期設定を行う、実際に録画する、録画した動画を PC に移動させるという手順で解説していきます。まずは HDCP というコピーガードを解除していきます。この作業は PS4 や PS5 を使用する場合のみに必要な作業となっており、これを行わないとゲーム画面を録画することができないので注意してください。ちなみにスイッチやスマホ、カメラの映像を映したい場合は必要ないので飛ばしてもらって構いません。 PS4 や PS5 の HDCP を解除していないという人は、説明欄に設定方法を解説した動画やブログのリンクを記載しておくのでチェックしてみてください。次に 400mEDI034 を各機器に接続していきます。特に決まった順番はありませんが、まずは本体横に SD カードを挿入できるところがあるので SD カードを挿入します。ちなみに USB メモリや USB ハードディスクにも録画した動画を保存できるようになっているので、それらを使用したい人は USB 接続するようにしてください。次に PS4 からの HDMI を HDMI in に接続します。
ちなみにスマホの iPhone を接続したい人もいると思いますが、その場合はライトニングデジタル AV アダプターという HDMI 変換ケーブルを iPhone に接続してから HDMI 接続する必要があります。説明欄に製品リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。ちなみにこちらは純正品となっていますが、似たような製品で同じ機能を持った製品も販売されている場合があります。そちらは値段が安いのでそっちを購入したくなりますが、接続不良が発生しやすかったり、表示される映像の遅延時間が純正品よりも大きかったりする場合があるので、個人的にはお勧めしていません。純正品は値段が高いですが、品質が保証されていてサポートも充実しているので、基本的に純正品を購入するようにしましょう。Android を使っている人には申し訳ないですが、自分が使ったことがない以上は説明できないので、他の人の動画やブログを確認したり、自力で接続方法を調べるようにしてください。あと PS2 や PS3 などの HDMI 接続できないゲーム機の映像を映したいのであれば、付属の AV 接続ケーブルを AV インに接続して、コンポジットでゲーム機と接続するようにしましょう。各外部機器を接続できたら、次は HDMI アウトに付属の HDMI ケーブルを接続し、もう片方はゲーム画面を映したいモニターに接続します。次に付属で USB 給電ケーブルがあるので、本体にプラグの方を接続し、反対の Type A の方は PC に接続するか、付属の USB-AC アダプターを取り付けてコンセントに接続してください。すると電力が供給されて、会社のロゴが表示された後に内蔵バッテリーの充電量が表示されます。まだこの時点では製品の電源は入っていないので注意してください。次にヘッドセットを使ってゲーム音を聞きながらマイク音声も入れたいのであれば、ヘッドセットマークの 3.5mm 4極ミニジャックに CITA 規格に対応したヘッドセットを接続してください。ゲーム音だけを聞きたいのであれば、パススルー出力しているモニターにヘッドホンやイヤホンを接続するのも OK です。これで接続は以上になりますが、ここまでの接続図のイメージとしてはこのようになっているので確認してみてください。次に電源を入れて初期設定を行っていきます。ちなみに付属で付いてくるリモコンで本体を操作できるようになっていますが、今回はリモコンを使ったやり方の解説は行えません。もしもリモコンを使用したいと考えている人は、付属の説明書を確認して使用するようにしてください。それではまず最初に電源を入れていきますが、本体の右上にある電源ボタンを長押ししてください。すると PS4 などの外部機器の電源を入れていない場合は黒い画面が表示されるので、実際に電源を入れてみると、はい、このように映像が映るので確認してみてください。ちなみに PS2 や PS3 などの AV 接続ケーブルを使用してコンポジット接続している場合は、この後解説する初期設定を行わないと映像が映らない可能性があるので注意しましょう。次にこの画面内で設定できることを解説していきますが、上下のキーを押すことで内蔵スピーカーや接続したヘッドセットから聞こえてくる音量を調整できるようになっています。実際に音声を聞きながら好きな音量に調整してみてください。またヘッドセットを使用していてマイク音量を調整したい場合は、左右のキーを押すことで音量調整することができるので、実際にやってみてください。次に録画に必要な初期設定を行っていきますが、メニューボタンを押してください。するとこのように設定画面が表示されるので、まずは日付設定から行っていきます。実際に選択するとこのように日付を設定できるようになっているので、今日の日付と時間を入力するようにしてください。次に設定画面に戻ったら録画画質の設定を行います。実際に選択するとこのような画面が表示されるので、画質重視で録画したいのであれば 1080p60fps 高の設定に設定してください。ちなみに性能レビューのところでも言いましたが、1つのファイルあたりの最大記録容量が約 4GB、 最高画質の設定で約19分の録画を行うとファイルが分割されて保存されてしまいます。画質設定を下げれば連続で録画できる時間が増えるようになっていますが、長時間録画したいと考えている場合はファイルが分割されて保存されるということを覚えておいてください。次にビデオ入力機器の設定ですが、今回は PS4 を HDMI で接続しているので特に設定を変更する必要はありません。もしも PS2 や PS3 などの AV 接続ケーブルを使用してコンポジット接続している場合は、 AV の方に切り替えないと映像が映らない可能性があるので設定しておきましょう。次にストレージの選択を行っていきますが、初期設定では SD の方が選択されています。録画した動画を保存するときは SD カードを使用する人は特に設定を変更する必要はありません。もしも USB メモリや USB ハードディスクを使用したい場合は USB の方を選択するようにしてください。次にフォーマットの項目についてですが、これは SD カードや USB メモリ、USB ハードディスクを一度初期化して録画した動画を保存できるようにする設定となっています。
必ずこのキャプチャーボードを使用してフォーマットを行わないと録画した動画を保存できなくなっているので、大切なデータが入ったままの SD カードや USB メモリ、 USB ハードディスクを使用する場合は一度 PC にデータを移動させてからフォーマットを行うようにしてください。実際に選択するとこのような画面が表示されますが、 SD カードを使用している場合は SD かキャンセルが表示されるので、 SD の方を選択してフォーマットを行いましょう。これで初期設定は以上になるので、メニューボタンを押してゲーム画面を表示させておいてください。ちなみに電源の切り方も解説しておきますが、電源ボタンを長押しすることでこのような画面が表示されます。あとは十字キーで確認を選択すれば電源を切ることができるようになっているので覚えておきましょう。それでは実際の録画方法を解説しますが、赤丸の録画ボタンを押すことで録画を開始することができます。録画がスタートすると画面左上に経過時間が表示されるので、実際にパスルー出力している画面を見ながらゲーム実況動画を撮影してみてください。ちなみに録画中に赤丸の録画ボタンを長押しすることで静止画を保存することができるようになっています。動画投稿時のサムネイルを準備したいときに非常に便利な機能となっているので活用してみてください。録画を停止したい場合は開始するときと同じように赤丸の録画ボタンを押すことで停止させることができるので覚えておきましょう。ちなみに実際に録画した動画や静止画はモードボタンを押すことで確認できるようになっています。ただ録画した動画や静止画をキャプボ本体で削除することができなくなっているので、ミスしてしまった時の対処が非常に面倒くさいです。この後に解説する PC ストレージモードに変更して PC で動画を削除しなければならないので注意してください。またモニターにパススルー出力している場合は、モニター側で実際に録画した動画や静止画が表示され、本体の液晶画面では確認できなくなっているので注意しましょう。次に録画した動画を PC に移動させる方法を解説していきます。まずは付属でマイクロ B 端子が付いた USB ケーブルがあるので本体に接続し、もう片方のタイプ A の方は PC に接続してください。すると USB モードを選択できる画面が表示されるので、 PC ストレージモードを選択してください。するとこのような画面が表示されるので、実際に PC の画面を確認してみるとこのようなフォルダが表示されています。動画を確認したい場合はビデオのフォルダをクリックすると、このように録画した動画を確認することができるので、実際にクリックして再生したり、デスクトップなどの管理がしやすいところにドラッグ&ドロップしたり、いらないと思ったら右クリックから削除で動画を削除するようにしてください。ちなみにフォトのフォルダをクリックすると保存した静止画を確認することができるので覚えておきましょう。ちなみに PC に動画を移動させた後は動画編集を行うと思いますが、自分は PowerDirector365 という動画編集ソフトを使用して動画作成しています。このチャンネルでは初心者向けの PowerDirector の使い方を解説した動画をいくつも投稿しているので、自分と同じ PowerDirector を実際に使用して動画編集を行ってみたい人は説明欄の再生リストからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画を終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じでキャプチャーボードの使い方や OBS の各種設定方法、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Giatix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。